皆さんこんばんは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは未解決事件、群馬一家3人殺害事件です。この事件はストーカーの男によって一家3人が殺害された事件ですが、犯人が分かっているにもかかわらず、事件から26年経った現在も男の行方はつかめていません。またこの事件は逃走車両も見つかっていないことから、死亡説が浮上するなど多くの謎が残されたままとなっています。一体この男はどこに消えたのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。1998年1月14日、群馬県群馬郡群馬町の住宅で、この家に住む長女 A 子さん、当時20歳に、ストーカー行為を働いていた男によって A 子さんの家族3人が殺害されるといった凄惨な事件が発生した。この事件を起こした運送会社の元従業員小暮博士、当時28歳は、事件の約2年前からドラッグストアで働く A 子さんにストーカー行為をしており、思いが実らなかったことから A 子さんを待ち伏せする目的で自宅に侵入し、 A 子さんと同居していた父親当時48歳と母親当時48歳、そして父方の祖母当時85歳を殺害した上で、3人の遺体を浴槽や押し入れに隠した。その数時間後、 A 子さんが勤務先から帰宅すると、小暮は A 子さんに背後から襲いかかり、一方的に思いを伝えたが、 A 子さんが必死に抵抗したため、小暮はしばらくして家を出て行き、自身の車で逃走した。その後、警察は殺人事件として捜査を開始し、小暮を全国に指名手配した上で行方を追ったが、小暮の姿のみならず逃走車両も発見することができず、現在に至るまで事件は迷宮入りしている。悪魔との出会い。1995年、高校を卒業した A 子さんは、もともと接客業が好きだったことから群馬県高崎市内のドラッグストアに就職し、社会人生活をスタートさせ、新築したばかりの実家で両親と祖母の4人で暮らしながら、やりがいのある毎日を送り、父親は住宅ローンを払うために自身が営む電気工事業に精力的に励んでいた。ちなみに A 子さんには兄がいるが、この頃すでに実家を出ていたという。そんな幸せな生活の中、一人の悪魔の出現によって A 子さんの生活は一変してしまった。その悪魔とは、 A 子さんが勤めるドラッグストアに週2回ほど商品を搬入してくる運送会社の男、小暮博士だった。当初 A 子さんの小暮に対する印象は、無口で真面目に働くどこにでもいる普通の男だったが、 A 子さんが仲良くしていたドラッグストアの男性社員と小暮の仲が良かったため、3人で話すようになり、小暮の印象は無表情で声の抑揚もなく、喜怒哀楽のわからない人だと感じるようになっていた。その一方で、小暮は A 子さんに対し密かに好意を寄せていた。そんなある日、 A 子さんが職場の先輩に誘われてボーリングに遊びに行った際、なぜかそこにいるはずのない小暮がいたため、仕事先の関係者ということもあり無視することはできず、言葉を交わすと、普段の無口でおとなしいイメージとは違い、小暮は饒舌に語りかけ、 A 子さんの趣味が車の運転だと知ると、自分も車が趣味だと話を合わせてきたというが、小暮の車はごく普通の乗用車だったことから、 A 子さんは違和感を覚えたという。しかしその数日後、小暮は A 子さんの気を引くためか、以前の車とは違う新車の日産シルビアに乗って A 子さんの職場に現れ、この日以来執拗にデートに誘うようになり、徐々にストーカーへと変貌していった。危険な兆候。小暮は新車を購入して以来、週2回の商品搬入日には必ず食事などに誘ってくるようになっていたが、 A 子さんは小暮に対して特別な感情が全くなかったことから断り続けていた。しかし小暮は諦めることなく、何度もしつこく強引に誘い、ついには A 子さんが帰宅する後をつけ、自宅の住所を特定すると、その住所をもとに電話番号を調べ、 A 子さんの自宅に電話をかけるようになった。このようなストーカー行為に A 子さんは相当困惑していたが、仕事の関係者ということもあり、
完全に拒絶することもできなかったため、しつこさに根負けしてついに小暮と二人で会うことを約束してしまった。そして約束の日、初めて二人で出かけたものの、A子さんにとって楽しいはずがなく、今後の誘いをどうやって断ろうかと考えながら過ごしていると、食事をして帰る時に小暮がわざと遠回りして家とは逆方向に車を走らせるなどしたため、 A 子さんは恐怖を感じたという。ただそんな A 子さんの思いとは裏腹に、小暮はデートをしたことによってますます A 子さんに対する気持ちを膨らませ、毎晩自宅に電話をかけるようになり、さらに帰宅中の A 子さんの後を車でつけるなど、ストーカー行為をエスカレートさせていたが、 A 子さんは何とか誘いを断り続けていた。実はこの頃 A 子さんは思いを寄せていた男性と交際をスタートさせており、この男性のことを両親にも紹介していたことから、心配をかけないように小暮のことは両親に話していなかったという。するとある日、 A 子さんは父親から小暮が家に来たことを告げられたため、強い恐怖を感じ、さすがにこれ以上自分では処理できないと判断し、勤務先の店長に相談した。ちなみにある情報によると、 A 子さんの父親は自宅近くで待ち伏せしている小暮を怒鳴りつけたことがあるとの話があるが、当時はまだストーカー規制法がなかったことから、警察への相談などはしていなかったと見られている。そして A 子さんから相談を受けた店長はこの事態を重く受け止め、小暮が配送に来た時は A 子さんを事務所に待機させ、顔を合わせないように配慮した。束の間の安堵。店長が機転を利かせたことによって、小暮は全く A 子さんと会うことができなくなり、次第に自宅への必要な電話もなくなったことから、ようやく A 子さんに平穏な日々が戻り、交際している男性と婚約するなど束の間の幸せな日々を過ごしていたが、小暮の異常性は想像をはるかに超えるものだった。ある日のこと、普段着姿の小暮が突然 A 子さんの職場に現れたため、客として来られると逃げようがないと判断した店長が、小暮にはっきりと A 子さんが迷惑がっていることを伝えると、小暮はその場を後にしたが、むしろ小暮の歪んだ恋愛感情に油を注いだ形となり、一旦収まっていたストーカー行為はさらにエスカレートし、狂気を帯びていった。これで完全に開き直った小暮は店長の警告を無視し、 A 子さんの自宅に再び無言電話を繰り返すようになり、それは深夜にまで及んだという。そして事件が起きる2週間ほど前のある日、勤務先に停めていた A 子さんの車のワイパーに小暮からの手紙が挟まれており、その内容は会って話したいというものだったため、 A 子さんは無視して帰ろうとしたが、今後のためにもきっぱりと断ろうと思い、店舗のそばに停められていた小暮の車に向かった。すると小暮は何でもないと一言だけ発し、その場でのやり取りはほんの一瞬で終わったが、 A 子さんが家に車で帰る途中、小暮は車で後をつけ、自宅近くに来るとヘッドライトを点滅させ、意味深な合図を送ってきたという。このような小暮の異常な行動に警戒心を強めた A 子さんは、小暮に会わないように彼氏に自宅まで送ってもらうようになり、すぐに連絡ができるよう携帯電話も購入し、不安な日々を過ごしていた。ところが年が明けた1月4日、この日は小暮が配送で店に訪れる最初の日だったが、なぜか別の人が訪れたため、理由を尋ねると小暮は自身が勤める会社の掲示板に辞めますと一言書いて会社を辞めていたことが分かった。このことを知った A 子さんは、これでもう会うことはない、もう終わった話になると思い、一抹の不安を覚えながらも小暮が自分の前から姿を消したことに安堵し、家族や彼氏に祝福されながら成人式を迎えたが、小暮の魔の手は刻一刻と迫っていた。突然の強行。1月14日朝、外では雪が降り積もる中、いつも通り母親はパートに出かけ、続いて A 子さんも仕事に行くため家を出ると、その後しばらくして父親も仕事に出かけ、家には祖母が一人で残っていた。この日は母親の誕生日だったことから、 A 子さんは仕事の昼休みに彼氏に電話をかけ誕生日会に誘っており、家族にとって特別な一日になるはずだったが、
A 子さんが帰宅する前に悪魔と化した小暮によって家族は恐ろしい惨劇に見舞われることとなった。午後7時頃、小暮は A 子さんに会わせてほしいといきなり A 子さんの自宅を訪れ、応対した家族が A 子さんは外出中だと断ったが、小暮はその言葉を無視して自宅に侵入し、ためらうことなく刃物で父親の胸を刺し、次に母親の背中を刺して二人を殺害すると、さらに抵抗することができない祖母の首を絞めて殺害した。その後、小暮は父親と母親の遺体を浴室へ運び、祖母の遺体を押し入れに入れた後、その場から逃走することなく母親が作っていた味噌汁を飲むなどして A 子さんの帰りを家の中でじっと待っていた。このような自宅の状況を知る由もなく、 A 子さんは仕事が終わった後、誕生日プレゼントの花束を買い、午後9時頃帰宅すると、テレビの音が聞こえず家族の気配がないなど、いつもとは違う違和感を覚えながら2階にある自分の部屋に向かった。すると階段を途中まで登ったところで、後ろから急に誰かに腕をつかまれ、振り向くとそこには小暮がいたため、驚いた A 子さんは大声を出したが、当然家族の反応はなく、そのまま祖母の部屋に連れ込まれた。そこで A 子さんは小暮に馬乗りになられ、身動きが取れなくなると、小暮が好きだと顔を近づけてきたため、必死に抵抗すると、何もしないから静かにしろと小暮に口を塞がれ、さらに首を絞められた。その瞬間、 A 子さんはとっさに小暮の手に噛みつき、腕を振りほどくと小暮の体が離れたため、家族の居場所を尋ねると薬で眠らせていると小暮が答え、嫌な予感がする中、さらに家族のことを問い詰めると、小暮は大変なことをしたと落ち着きがなくなり、室内をうろうろしながら、逃げるんだったら山に逃げるか都会に逃げるかどっちに逃げるかと A 子さんに聞いてきた。そして A 子さんが警察に行くよう説得すると、小暮は錯乱し、突然家から出て行った。その後、 A 子さんが廊下に出ると、おびただしいほど大量の血痕があり、絶望するような光景が広がっていたことから、すぐに警察に通報した。犯人の足取り。 A 子さんの通報で駆けつけた警察によって、3人の遺体が浴槽や押し入れから見つかり、警察署で聴取を受けていた A 子さんは署内で家族3人の死を知ったという。その後、群馬県警は小暮の逮捕状を請求し、逃走に使用したとみられる車両を特定するとともに、全国に指名手配したことで、当初逮捕は時間の問題と思われていた。捜査の結果、小暮は A 子さんの自宅を出た後、車で国道50号線を水戸方面へと逃走したことが分かり、1月14日から15日にかけて、栃木県佐野市や茨城県水戸市で小暮のものと思われる車が目撃されていた。そのおよそ1週間後の21日夜には、群馬県太田市と埼玉県熊谷市で車両の目撃情報があり、さらに2月4日には群馬県みどり市笠掛町周辺の駐車場でも目撃されていたことから、警察はその周辺で緊急配備を敷き、小暮の行方を探した。しかし2月4日の目撃を最後に、小暮の足取りは途絶え、全く目撃者も現れなかったことから、捜査は予想外に難航していった。ただその後も小暮の銀行口座に全く動きがないことから、県警は逃走車両ごと自ら命を絶った可能性も視野に入れ、群馬県内外の湖や沼など約20カ所を捜索したが、小暮の身柄はおろか逃走車両も発見することができなかった。その後も進展が見られなかったため、この事件は2007年から捜査特別報奨金対象事件となり、小暮の年齢に合わせた似顔絵を作成するなど、これまでに3000件以上の情報が寄せられているが、いずれも発見につながる有力な情報はなく、現在も解決の糸口はつかめないままとなっている。小暮の特徴。この残酷な事件を起こした小暮は、1969年7月31日に群馬県前橋市で生まれ、犯行当時も前橋市内に住んでいたが、家族構成などについては情報が公開されていない。学生時代の小暮は内気で友達が少なかったとされ、地元の高校を卒業後、前橋市内の運送会社で
トラック運転手として勤務し、A子さんが働くドラッグストアの配送を担当していた。そんな小暮は社会人になっても人付き合いが苦手で、いつも無表情で無口だったことから職場で仲良くしていた人もおらず、後輩の面倒見も悪かったが、仕事ぶりは真面目でトラブルなどは一切なかったという。また当時は身長170センチの痩せ型で、見た目にこれといった特徴はないが、実は爪を噛んだり手の匂いを嗅ぐという癖があったとされ、現在も生存していればその癖が治っていない可能性が指摘されている。ちなみに爪を噛む癖は精神的な緊張の高まりや社会環境に変化があった時に発症することが多いとされ、緊張の高まりやストレスを解消しようと無意識に行っている場合があり、一方の手の匂いを嗅ぐという癖は潔癖症やせっかちな人に多いとされている。またこのような癖を持っているタイプは精神的な幼さの表れという見方もあり、何かしらのトラウマを抱えている可能性を指摘する声もある。そしてある情報によると、小暮は以前同僚に警察に見つからずに死ぬ方法があるなどと話していたことがあるとされているが、この事件を示唆した発言だったのかは分かっていない。遺族の戦い。事件後、3人の家族を殺害された A 子さんは、私のせいで家族が大変な目に遭ってしまった、私のせいだ、死ぬのは私一人でよかったのではないかと、喪失感と罪悪感に苛まれ、事件のショックから息切れや不眠、記憶障害など様々な症状に悩まされた挙句、 PTSD に陥り自ら命を絶つことも考えたことがあったという。そんな中、殺人の受講は撤廃されたものの、損害賠償請求権の受講は20年で消滅してしまうことから、 A 子さんは2018年11月7日、まだ逮捕されていない小暮に対し、約1億370万円の損害賠償を求める訴えを起こした。判決の結果、 A 子さんの請求通りの支払いが小暮に命じられたが、小暮の行方がわからない以上、この先も支払われることはないため、事実上無意味な判決となっている。そして事件から25年目には、解決に向けて動いているのは警察だけではないとの思いから、事件を少しでも知ってもらいたいと A 子さんは SNS で情報を発信し、小暮はもう死んでいるかもしれないと思うこともある、だが生きているなら罪を償うべきだ、小暮が捕まって始まることもたくさんある、捕まって解放されるものが自分の中に大きくある、自分も子供の親なので子供が巻き込まれるという心配もしたくないです、少しでも多くの人に事件への関心を持ってもらい、記憶に残り続けるようにすることが一日も早い解決につながると信じていますと胸の内を明かしている。事件の真相とは。この事件は一方的な好意を寄せストーカー化した小暮によって3人もの家族が殺害されているが、なぜ家族を殺害する必要があったのかという根本的な理由は分かっていない。実はこの事件の翌年、埼玉県桶川市で日本中を震撼させた桶川ストーカー事件が発生し、これをきっかけに2000年5月にストーカー規制法が制定された。そのため群馬一家殺害事件の発生当時にも、ストーカー規制法があれば事件を回避できたのではないかとの声も上がっているが、罰則や対象を厳しくした現在においてもストーカーによる悲惨な事件は起き続けている。群馬県警は現在も小暮は生きていると信じ、被害者と家族の無念を晴らすことができるのは警察しかいないとの思いから、寄せられる情報の捜査を約60人体制で続けているが、全く捜査に進展は見られず風化が懸念される一方、車も発見されていないことから水中に車ごと沈んでいるとの見方も強くある。果たして小暮は一体どこに消えたのか、生存の可能性はあるのか、この事件の真相とは。小暮の家族構成などについては詳細な情報はありませんが、一部ネット上には小暮には姉がおり、その姉は結婚しているとの情報や、
事件後に小暮の父親がどこかで自ら命を絶っているんじゃないのと、まるで人事のような口ぶりで語っていたとの情報もあります。また小暮の昔の彼女が、私が彼を変えてしまったのかもしれないとインタビューで意味深な発言をしていたとの情報もあるため、これが事実であれば過去に何があったのか非常に気になります。ちなみに小暮が殺害した順番については、まず初めに祖母が殺害され、その後に母親、最後に父親が殺害されたとの情報もありますが、いずれにしても短時間で3人もが犠牲になっていることから、相当な殺意があったことは間違いありません。動機については、英子さんが婚約したことを知ってしまったとの説が有力となっていますが、その場合やはりなぜ英子さんではなく家族が殺害されたのかという疑問が残ります。また事件当日午後7時頃に、小暮は英子さんに会わせてほしいと自宅を訪れ、応対した家族が断ったとの情報がありますが、当事者の家族は全て殺害され、小暮は逃走していることから、この内容は憶測の可能性があるため、英子さんの自宅を訪れた目的は全く別だったと考えることもできます。だとすれば、初めから英子さん以外の家族を殺害する目的で侵入したとも考えられるため、明らかにされていない小暮と家族のトラブルがあったのかもしれません。この事件で個人的に感じる印象は、犯行の全てにおいて偶発的な要素はなく、小暮の綿密な計画のもとに行われた可能性が高いのではないかということです。そもそも小暮は英子さんの出勤日や帰宅時間を完全に把握していたと思われるため、あえて英子さんがいない時間帯を狙って訪問していたのであれば、初めから一家全員を殺害する計画を立てていた可能性が高いと感じます。結果的に英子さんが殺害されていないことから、動機の謎が深まっていますが、英子さんを好きな気持ちが残っていたため、顔を見たことで殺意を失ったと考えることもできます。小暮は約2年間にわたり英子さんに対しストーカー行為を繰り返していましたが、最後に会って話したいと手紙を書いたあたりから、英子さんには婚約者がいることに気づいていたと思われるため、そのことで絶望を感じ、英子さん一家全員を道連れにして自らも命を絶つといった計画を立て始めたような気がします。そして最も謎とされている小暮と車の行方については、自ら命を絶つ計画を立てていた場合、どこかの水中に沈んでいる可能性が高いと思われますが、別の可能性を探ると、盗難車を買い取るような組織に車を売却し、その金を元手に逃亡したという可能性もゼロではないかもしれません。当時小暮が乗っていた日産シルビアは海外でも人気が高かったため、ほぼ新車同然だったと思われる小暮の車は、車台番号が削られていても割と高額で取引されていた可能性もあります。この事件は小暮が車ごと消えていることから、世間ではすでに死んでいるとの見方が強いですが、仮に小暮がこうなることを織り込んだ上で逃亡しているのであれば、見知らぬ土地で名前を偽るだけで容易に生活できていると考えることもできます。このことからも、どこかで小暮の遺体が発見されるまでは生きているとの前提で捜査を続けることがこの先も重要なのかもしれません。皆さんはどんな考察をするでしょうか。